近いところなんだな。そうだな。ちょっと待って。ここからだな。見て。一番元気そうなやつを見つけろ。探せ。そういう近くに見れるか。ちょっと上がってこい。探せ。子供たちから離れろ。離れてるわ。バグスターが2体。我が輩は少し違うが、エグゼイド、貴様を地獄に送ってやるわ。ここをお前の墓場にしてやるわ。そうはいくか。2体まとめて倒してやるぜ。フィニッシュと行くぜ。くそ、こうなったら仕方がない。奥の手だ。なんだそれは。まあ見ていろ。何をする。痛みは一瞬だ。とてつもない力が体にあふれてくる。何をしたんだ。ドーピングだ。ドーピング、そんなの卑怯じゃないか。勝つためならどんな卑怯なこともする。それが勝負の世界というもの。行け、お前の力を見せてみろ。さあエグゼイド、一回の裏と行こうじゃないか。やればできるじゃないか。当然、今ならどんな球でも打てる気がするぜ。そんな。これで最後のエグゼイド。こんなところで終われない。患者さんのためにも、何より不正をして勝負に勝とうなんて間違ってる。そんなのは負け犬の遠吠え。勝てばいい。いや、勝利者こそが常に正義なのだ。そんなこと。うわ、みんな大変。エグゼイドがやられちゃう。頑張れって言うよ。せーの、もっともっと大きな声で言うよ。せーの、体がみなぎってくる。より強くなれる。勇気をもらえる。同時に何かよりもよっぽど価値のある力を秘めている。こんなものに価値などあるか。勝負は力が全てだ。力さえあればいい。違う。ゲームだって正々堂々やるから楽しいんだ。ルールをして勝っても楽しくなんかない。何を言う。勝たなければ楽しくもないに決まっている。勝つよりも大切なもの、それがお前たちは分かっていない。そんなお前たちに負けるわけにはいかない。おざけ若造が、地獄で10万54年も生きてきた我が輩に勝てるとでも思っているのか。いるよ。ノーコンティニューでクリアしてやるぜ。
決め技マイティーフリチカールデニッシュそんなバカなこの我が輩がディエンド・オブ・ザ・センチュリーうわー奴がやられるとはこのまま連続クリアしてやるぜやりゃうわありえないこれほどの力をもってしても倒せないというのかフィニッシュは一つ技で決まりだダッシュダッシュアッド決め技よーし行くぜマイティークリティカルストライクどうにか勝てたよこれも会場のみんなの応援のおかげだねありがとうゲーム病に感染していた患者さんも助かった一件落着だおっともう行かなきゃいけないみたいだ新しい患者さんが僕を待っているからねそれじゃ名残惜しいけどまたどこかで会おうねバイバイ